ブランドン・シルベストリー、ブランドン・シルベストリー、ブランドン・シルバストリー、男性、1979年9月6日隊は、アメリカ合衆国のプロレスラー。ニューヨーク州ニューヨークシブルクリン出身。ローキー、ローキーとも、ローキーの、リングネームで最も知られ、小柄ながらも、抜群の切れ味を持つ、身体能力を誇る。WWE では、カバルというリングネームで活動していた。 ジムケトナーという人物とホミスサイドとからの訓練を経た上で1998年の10月10日にプロデビュー2000年から2001年まで WWF を主戦場として活動したこの時期の WWF での試合は全てが負け試合であったその後ローエー参戦2002年7月17日フィラデルフィアにて 同世界ヘビー級王座をかけたダグ・ウィリアムズ、クリストファー・ダニエルズ、スパンキーらとの60分アイアンマンマッチを制し、同王座の初代王者となった。2002年9月、01に初来日し、初戦がいきなり、タイトルマッチとなった。レオナルド・スパンキーから、ムイアップエ0、ワン認定イ,インターナショナルジュニアヘビー王座をダッシュ。その後、全日本プロレスに移り、 剣道家臣が保持していた世界ジュニアヘビー級王座に挑戦した。2004年プロレスリングノア初参戦。9月10日の日本武道館大会にて金丸義信が所持する GHC ジュニアヘビー級王座に初挑戦した。以降、同団体に継続参戦するリチャードスリンガーと組んで金丸杉浦隆史組の保持する GHC ジュニアヘビー級。 タック王座にも挑戦した。2006年にティネに移籍し、リングネームを戦士に改名。2007年4月にプロレスリングゲリラ、PWG に初参戦。オールスターウィークエンド V、ナイトワンにて、デビー・リチャーズと対戦、勝利を収めている。6月22日、23日に開催された、イワミッドサウスのキング・オブ・ザ・デスマッチに出場し、 この団体のライトヘビー級王座への挑戦として、ブランドン・トーマ・セリーと一戦交えるも、敗れ去った。2008年初頭に、ティネを退団。1月に、PWG に戻り、オールスター・ウィーク・エンド7・ナナイト・アンで、PWG 世界王座をかけ王者の、ブライアン・ダニエルソンと対戦。初挑戦にして勝利、PWG 世界王座を退官している。 エルジェネリコに初防衛を果たした。また、日本の団体への参戦を希望し2月に、新日本プロレスに参戦、ナイツに加入するも、怪我により欠場。同時に、PWG 王座を返上している。8月に、PWG に復帰、オールスターウィークエンド7、ナイト1で、世界王座に挑戦するが、獲得には至らなかった。9月に新日本プロレスに復帰し、 GBH に加入しヒール転向。タイガーマスクを下し、E1 ウップジュニアヘビー級王座を獲得。11月に PWG 主催のバトルオブロスアンゼルスに参加。初戦でロデリック・ストロング、2回戦で吉野正人、準決勝でナイジェル・マッキーネス、決勝でクリス・ヒーローを破り優勝を果たした。2009年1月のレッスル・キングダムにて、 元王者のリマッチを受け敗北。E1 グップのベルトを手放している。2009年には、WWE との契約を自身のウェブサイトで発表。参加の FCW にてカバルというリングネームにし、トップ戦線の位置に立つが、その後スタイルがなかなか確立できずに苦しんでいた。2010年6月、WWE の NXT 第2シーズンで登場し、 チームレイクールのミシェル・マックウルトレイラの指導を受ける。そして2010年9月には、ワウェンクスと第2シーズンにおいて優勝した。9月10日にスマックダウンでドリュー・マッキンタイアとのデビュー戦を行うが赤敗。10月、RAW 対スマックダウンが行われる、PPV のブラッキングライツの先行試合として、 ビッグショーを相手に奮刊続けることができれば、チーム入りすることができるというハンディキャップマッチを行い、5分耐えてチーム入りの権利を獲得したが、直後にタイラー・レックスが登場し、カバルは選抜にふさわしくないと挑発。続いて登場した GM のセオドア・ロングが、査定試合を提案し、対決。敗れてしまい、選抜の権利を剥奪されてしまった。 11月19日のスマックダウンのドルフ・ジグラー戦では、ついに WWE で初勝利を挙げた。NXT シーズンに優勝の得点である PPV 王座戦出場権を行使して21日のサバイバーシリーズでジグラーとの IC 王戦に挑んだが、惜しくも敗れ王座獲得とはならなかった。12月23日、上層部がカバルについて、 特に使いどころがないということから、カバルがもっと活躍の場を求めたものの、リリースが決定された。リリース後は再び、リングネームをローキーに戻しインディーで活動。2011年1月下旬に PWG に復帰。レッセルリユニオン号で2007年のリマッチで、デイビー・リチャーズと対戦し、再び勝利している。4月に再び参戦、戸沢明と対戦して勝利している。 5月中旬、新日本プロレスのアメリカ大会にて、イーワップジュニア王座保持者となったプリンス・デビットと、イーワップジュニア王座をかけて対戦。最後は、ブラディ・サンデーで敗れ、王座ダッシュに失敗。7月末にティネのインパクトレスリングに登場している。2012年1月、イボルブに参戦している。その後ドラゴンゲート・ USA にも参戦することが発表された。 下旬にドラゴンゲート USA に登場、BXB ハルクと対戦。2012年4月1日、新日本プロレース宛てにビデオメッセージを送りつけ、E1 グップジュニアヘビー級王座を保持するデビットに、宣戦線布告。5月3日、福岡大会で、再び同王座をかけた試合で、デビットと対戦。キークラッシャーで、ピンホール勝ちを収め、第63代王者に君臨した。 直シリーズに開催されたベスト・オブ・ザ・スーパージュニアでは全勝でリーグ戦を通過し決勝に進出するが田口隆介に敗れ準優勝に終わる6月16日ジュニア王座をかけて田口とリターンマッチを観光この試合に勝利し同王座の初防衛に成功するが7月29日に DDT プロレスリングのイーブシコータに敗れ王座陥落10月8日に メッシブセと対戦し、同王座に返り咲くも、11月11日のタイトルマッチで、デビットに敗北を喫し、再び王座陥落。2013年1月4日、東京ドーム大会、昨年イーワーグップジュニア王座を退官した3人、デビット、メッシブセ、ローの三つどもえ構想の決着戦として、3ウェイマッチ方式のイーワーグップジュニア戦に参戦。テレビゲーム、 ヒットマンの主人公、エージェント47の、スーツ姿で両手には拳銃を持ち入場するという、意外な一面を見せるも、結果はデビットが、メッシブセを、流れ式、ブラッディサンデーで沈め、守るに成功したため、ダッシュに失敗。試合も、スーツ姿で行った、途中でジャケットの見抜いた。2013年9月に全日本プロレスの、王道トーナメントに参戦。 9月11日の初戦でダーククエルボで勝利するが、9月16日の明け物との試合で脇腹を負傷、途中離脱した。帰国後、怪我が8ヶ月の重傷であることと、全日本側が契約上の義務である、医療費を支払わなかったことから引退するとツイッターで発言した。2014年3月末にプロレスリング人事系と、プロレスリング新時系とより、 引退から復帰し、6月に参戦することが発表された。翌日にドラゴンゲート USA から4月の興行に参加することが発表され、4日にトレント・バレッタと復帰戦をしている。4月12日にティネのワンナイト・オンリーに参戦、トーナメントで優勝している。バリエーションが豊富な鋭い打撃と時にロープをも利用する変わった関節技が中心。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。